静岡県広報課発行声の県民だより。平成二十六年四月号をお届けします。声の県民だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。それでは、今回の内容をご紹介してまいりましょう。一番訪れてよし静岡。二番平成二十六年度県の予算と組織。三番浜名湖花博二千十四花と緑の祭典。 華やかに開催4番輝く市民5番地産地消レシピ6番インフォメーション7番頼り堂8番みんなの広場9番今月のプレゼント10番お役立ち情報11番静岡県展示図書館新館案内12番情報広場以上の順にご案内してまいります この声の県民だよりの内容に関するお問い合わせは、電話054-221-2231番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、訪れてよし、静岡です。今回は、花と緑が奏でるシンフォニー。 2004年の浜名湖花博から10周年を迎える2014年春、浜松市の浜名湖ガーデンパークと浜松フラワーパークの2会場で、再び花と緑の色鮮やかな共演を楽しめます。浜名湖花博10周年記念事業第31回全国都市緑化静岡フェア浜名湖花博2014花と緑の祭典 会場ごとに開催日時をお知らせします。浜名湖ガーデンパーク会場。住所は浜松市西区村久市町。こちらは4月5日土曜日から6月15日日曜日まで。時間は午前9時半から午後5時までです。浜松フラワーパーク会場。住所は浜松市西区観山寺町。こちらでは6月15日日曜日まで。 時間は午前8時から午後6時までです。交通ですが、フラワーパーク会場へは、JR 浜松駅から路線バス、東名浜松西インターチェンジから15分のところです。ガーデンパーク会場へは、JR 舞坂駅から直通バス、弁天島駅から水上交通、東名浜松西インターチェンジから25分のところです。 なお、会場間は路線バスまたは周遊バスで移動ができます。続きまして、4月の富士の国、4月の県の予定などをお知らせします。4月1日、消費税率引き上げ5%から8%、4月2日、世界自閉症啓発デー、4月2日から8日、発達障害啓発週間、4月6日から15日、 春の全国交通安全運動4月18日ガーベラ記念日以上ですところで県民だよりはホームページからもご覧になれます音声でも聞くことができます静岡県民だよりのワードで検索してくださいまた携帯サイトから県民だよりの情報広場の内容などがご覧になれます こちらのアドレスは http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.shizuoka.jp スラッシュ m スラッシュです。県の推計人口は平成26年3月1日現在、総数370万8051人、うち男性は182万3609人、女性は 188万4442人です。以上、訪れてよし、静岡でした。次は、平成26年度、県の予算と組織についてお伝えします。富国有徳の理想郷、富士の国づくり、総力を挙げて早期実現へ。静岡県の平成26年度予算が決まりました。 県民幸福度の最大化を目標とする総合計画の次期基本計画、後期アクションプランを着実に推進するための予算編成と組織改編を行い、全県を挙げて、不国有徳の理想郷、富士の国の早期実現を目指します。平成26年度当初予算一般会計は1兆1802億円です。語呂合わせで、 いいね、末広がりの富士の国と覚えてください。歳入予算構成費をご紹介します。歳入1兆1802億円の内訳は次の通りです。県税36.6%、地方交付税12.2%、臨時財政対策債10.2%、地方消費税生産金8.0%、 地方上予税5.5%地方特例交付金0.1%その他2.3%以上が一般財源等で全体の74.9%を占めています続いて国庫支出金11.3%県債5.7%繰入金4.7%その他3.4%以上が特定財源で 全体の25.1%を占めています。歳入予算構成費をご紹介しました。次は歳出予算構成費をご紹介します。まず、歳出1兆1802億円の目的別構成費をご紹介します。教育費25.6%健康福祉費18.3%交際費15.4% 交通基盤ー12.9%、諸支出金11.1%、警察費6.5%、経済産業費3.5%、経営管理費2.6%、その他4.1%。次に、歳出1兆1802億円の性質別構成比をご紹介します。人件ー30.4%、人件費の内訳は、

単独7.4%、その他0.1%、その他政策計上費18.9%。以上、歳出予算構成費をご紹介しました。続いて一般会計当初予算の推移をご紹介します。平成20年度1兆1298億円、21年度1兆1318億円、 22年度1兆1265億円23年度1兆1324億円24年度1兆1306億円25年度1兆1391億円そして平成26年度は1兆1802億円です25年度に比べ3.6%アップとなります 続いて平成26年度当初予算の方針をご紹介します。方針1、富士の国づくりの総仕上げに向けた重点的な取り組み。住んでよし、訪れてよし、産んでよし、育ててよし、学んでよし、働いてよしの理想郷の実現に向け、8つの分野について重点的に取り組みます。方針に未来を見据えた戦略的な行政運営。 地域主権の時代にふさわしい新たな組織の運営や新しい行財政改革大綱に基づく行財政改革を推進し富士の国の自立を実現します。以上、平成26年度当初予算の方針をご紹介しました。それではこの2つの方針ごとに主要な事業をご紹介してまいります。方針1 富士の国づくりの総仕上げに向けた重点的な取り組み。八つの分野。大規模地震への万全の備え。防潮堤、水門等の整備。79億6600万円。河川の河口付近や海岸区域など、県内の沿岸域において、地震津波対策アクションプログラム2013に基づき、津波対策を実施します。プロジェクト。 東海ゼロ総合支援事業費10億6000万円木造住宅やホテル、旅館百貨店などの大規模建築物などの耐震診断耐震補強を市町とともに支援します内陸のフロンティアを開く取り組み内陸のフロンティア推進事業費5400万円国が指定した総合特区と県が認定する区域を合わせた 内陸フロンティア推進区域への重点的な支援などにより、防災・減災と地域成長を両立する地域づくりを目指します。新規、富士山静岡空港新運営体制構築事業費23億4100万円。富士山静岡空港の官民協調による新しい運営体制構築のため、旅客ターミナルビルなどの取得や、 改修増築の設計などを行います。富士の国多彩な和の食文化推進事業費3600万円。米、茶、魚などの和食の基本となる食材が豊富な本県の特徴を生かし、富士の国和の食文化の祭典、歌唱などを開催します。人口減少社会への挑戦。 新規、富士の国少子化対策特別推進事業費1億2000万円少子化対策の強化・充実を図るため地域の実情に応じて結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目なく支援します新規、待機児童解消加速化プラン推進事業費3億3500万円待機児童解消加速化プランに基づき 小規模保育施設の設置や、専任相談員の配置などを実施する市町の取り組みを支援します。不妊治療費助成、3億8600万円。人工受精を新たに助成対象に加えるなど、不妊治療費の負担軽減を図ります。富士山を生かした地域の魅力づくり。富士山厚生への継承推進事業費、1億6000万円。 富士山に対する県民の理解と関心を深めるとともに、来訪者管理戦略や情報提供戦略などを策定します。新規、富士山世界遺産センター過小整備事業費1億8100万円。富士山の保存管理や情報提供を行う拠点として、富士山世界遺産センター過小を整備します。新規、 スポーツ交流推進事業費4200万円2020年東京オリンピックパラリンピックやラグビーワールドカップ2019の開催決定を契機としスポーツを通じた交流を促進します富士の国地球環境史ミュージアム整備事業費5億5200万円自然史を基本に環境史に広がる分野を対象とする新しい博物館を 平成27年度の開館を目指して整備します。健康寿命日本一の延伸。新規富士の国バーチャルメディカルカレッジ運営事業費12億円。富士の国地域医療支援センターを実施したいとし、本県の地域医療を支える医師の養成など、医師確保に取り組みます。健康寿命日本一関連事業費2400万円。 県民の健康寿命日本一を推進するため、富士33プログラムの全県展開を図るとともに、健康長寿サミットの開催や、長寿者の社会参加の支援に取り組みます。新成長産業の育成と雇用創造、新規産業成長戦略推進事業費2億円、本県経済を本格的に回復させ、より一層発展させるため、 産業界、金融界とともに産業成長戦略を検討し実現に取り組みます。新規、豊かな浜名湖ブランド資源回復事業費800万円。浜名湖を代表する水産物であるうなぎ、アサリ資源を保護回復するための取り組みを支援します。ファルマバレープロジェクト機能強化事業費15億5000万円。ファルマバレープロジェクトを推進するため、 旧長泉高校跡地を活用し、地域企業の参入支援や研究開発を行う拠点施設を整備します。エネルギーの地産地消、新エネルギー導入促進事業費助成7億900万円、住宅用の太陽光発電、太陽熱利用設備や、中小企業者などの新エネ、省エネ設備などの導入を支援します。新規、 環境配慮型住宅改善事業費助成2億5800万円環境に配慮した住宅への改善を促進するため省エネ性能が向上する住宅の改善工事を支援します多彩な人材を生む学びの場づくり新規学力向上推進事業費3億2100万円静岡県の子供の学力向上のための提言を受け 学習支援や授業改善など、小中学生の学力向上の取り組みを推進します。新規、広大連携推進関連事業費、1億1100万円。意欲のある高校生に対し、大学レベルの教育研究に触れる機会を提供するなど、高校と大学の連携や実学の奨励を図ります。県立学校等施設整備事業費、 75億7400万円。県立学校の施設整備を推進し、教育環境を充実させます。平成26年開校、天竜高校。平成27年開校、浜松湖北高校。掛川特別支援学校。吉田特別支援学校。方針に未来を見据えた戦略的な行政運営。 地域主権の時代にふさわしい新たな組織の運営。空港を利用した観光交流人口増大を目的とする業務集約をはじめ、富士山の構成への継承や、2020年東京オリンピック・パラリンピックなどに重点を置いた文化観光部の再編を行います。さらに、官民一体となって産業成長戦略を推進するため、 経済産業部に産業戦略を担当する県理事及び産業戦略チームを設置します。行財政改革の推進。富士の国の自立の実現を目指し、今年4月から4年間、平成29年度までの行財政改革の方針と具体的な取り組みを示した新しい行財政改革大綱を推進していきます。 新しい行財政改革対抗の戦略の柱3項目をご紹介します。1、透明性と県民参加による行政運営。具体的取り組み。富士の国づくりサポーターの県政への継続参加を促進。大学生と共同し事業レビューへの若年層の参加を促進。2、市町や民間と連携した行政運営。 具体的取り組み。市町等との連携の仕組みの構築と実践。行政経営研究会の設置。民間との連携を促進するための環境整備。民間事業者活用、オープンデータ等。外閣団体の効果的な活用を促進。3. 未来を見据えた戦略的な行政運営。具体的取り組み。BCP、事業継続計画に対応した。 危機管理体制の強化。女性や高齢職員等の能力発揮支援など、人材と組織の活性化。県有施設管理の最適化を推進。以上が新しい行財政改革大綱の戦略の柱3項目です。平成26年度当初予算の方針ごとに主要な事業をご紹介しました。以上、予算についてのお問い合わせは、 県財政課、電話、054-221-2033番。行財政改革大綱についてのお問い合わせは、県行政改革課、054-221-3522番。概要については、静岡県県政情報のワードで検索してください。富士の国づくりを進めるための組織づくり。文化観光部の再編。 文化観光部の管理・企画機能を強化するため、部長直下に総務企画課を設置します。多様な交流機会の拡大を一体的に推進するため、観光交流局を設置します。空港利活用の促進や新たな経営体制などへの取り組みを強化するため、交通基盤部から空港局を文化観光部に移管し、新たに空港振興局を設置します。 富士山の構成への継承。富士登山者の安全対策や富士山の保存管理体制を強化するため、富士山世界遺産課を3人増員。富士山の保存管理や自然、歴史、文化、周辺観光などの情報拠点を整備するため、世界遺産センター整備課を設置します。富士の国地球環境史ミュージアム仮称の整備。 豊かな自然を学ぶ新たな拠点機能を整備するため、富士の国地球環境史ミュージアム整備課を設置します。スポーツを通じた交流の拡大、2020年東京オリンピック・パラリンピックや、ラグビーワールドカップ2019に向けた事前合宿など、スポーツを通じた交流人口を拡大するため、交流推進課スポーツ交流室長、 およびスポーツ交流班を設置します。職員数の適正管理。組織改変に伴い、富士山の保存管理や交流機会拡大のための人員を配置する一方、業務の見直しなどにより、引き続き職員数の適正管理に努めます。職員数の削減。平成26年度当初削減数マイナス6人。 平成26年4月職員数5807人。平成9年4月に比べマイナス1457人。以上、組織についてのお問い合わせは、県人事課、電話054-221-2016番へどうぞ。平成26年度、県の予算と組織についてお伝えしました。続きまして、 浜名湖花博10周年記念事業第31回全国都市緑化静岡フェア浜名湖花博2014花と緑の祭典華やかに開催と題してお伝えします。静岡県は温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、夏季生産額は全国4位、花の生産品目数は704に及びます。 こうした四季折々の花と緑の持つ力を活かして農業や観光の振興につなげようと静岡県が進めているのが富士の国花の都静岡づくりの基本構想です。この構想の第一歩となる浜名湖花博2014を2会場で開催。見事に咲き誇る花と緑を満喫しましょう。それでは2つの会場ごとに内容をご案内しましょう。 浜名湖ガーデンパーク会場。こちらは4月5日土曜日から6月15日日曜日まで、時間は午前9時半から午後5時までです。2004年に開催された浜名湖花博と同じ会場で、2000品種100万株の花々が訪れる人を魅了します。高さ50メートルの展望塔や遊覧船クルーズなどが楽しめます。特別展示、桃源郷。 世界で活躍する庭園デザイナー、石原和幸氏がプロデュース。桃源郷をテーマにした花と緑が溢れる庭園です。4月11日金曜日、石原和幸氏によるトークショーと庭園ガイドを行います。トークショーは午前11時からと午後2時から、庭園ガイドは午後1時からと3時半からです。未来の暮らし、創造、静岡ガーデン。 公募で選ばれたガーデンデザイナーが作る静岡県の自然や風景、恵みを表現したモダンガーデンです。花が作る宇宙。花銀河。パーク内最大規模のおよそ3500平方メートルに広がる大花壇。花、緑を結ぶ絆をテーマに銀河と星をイメージし、全国自治体が共同出展します。印象派庭園。 花火の庭。印象派画家たちの作品を花々を使って立体的に再現した日本最高峰の印象派庭園。時間を超えて絵画の世界が目の前に広がります。夜間ライトアップ特別開園。4月11日金曜日から6月14日土曜日までの金曜日、土曜日、日曜日、月曜日、祝日。 そしてゴールデンウィーク期間の午後6時半から9時半まで。最終入場は午後9時です。庭園エリア50を超える庭園で構成されており、数々の出展者たちが高い技術で花や緑のある暮らしを提案します。オープニングイベント4月5日土曜日、浜名湖ガーデンパーク会場のオープンに合わせてイベントが行われます。午前9時15分、 会場セレモニー。9時半、北入場ゲート、南入場ゲートにて、先着500名に花の苗をプレゼントします。各ゲート250名です。また、北入場ゲート周辺で、浜名湖花博および浜名湖ガーデンパークのマスコットキャラクター、野種と仲間たちがお出迎えします。午後4時40分からは、演習荒井手筒演歌。 こちらは水辺広場で行います。以上です。浜松フラワーパーク会場は6月15日日曜日まで、時間は午前8時から午後6時までです。3000種の植物たちが園内で咲き誇ります。大音質や音と水の共演が楽しめる大噴水ショーのほか、記者型園内バスのフラワートレインで園内を巡ることができます。 桜並木、チューリップ。ソメイヨシノやヤエザクラなど1300本の桜と50万球のチューリップが園内を彩ります。花の見頃に合わせて夜間に早朝1600メートルの桜並木がライトアップされます。夜間ライトアップは4月13日日曜日までの午後6時から9時まで。最終入場は午後8時半です。ウェルカムガーデン。 正面ゲートを入ったところに誕生した庭園です。バラをはじめ4000株の季節の花々が来場者を迎えます。スマイルガーデン。国際バラとガーデニングショーの植栽デザインなど多方面で活躍する吉谷慶子さんが既存の藤棚沿いに新たに手がけた150メートルの英国風庭園です。以上2つの会場ごとに内容をご案内しました。 入場券のご案内です。普通入場券、共通券、いずれかの会場に1回入場できる券は、大人が800円、小中学生は400円です。セット入場券、2つの会場に1回ずつ入場できる券、こちらは異なる日でも入場できます。大人は1400円、小中学生は700円です。2会場全期間入場券、 開催期間中、2つの会場で入退場自由な県は、大人が4000円、小中学生は2000円です。なお、未就学時は無料、会場内駐車場は有料です。入場券の販売場所は、コンビニエンスストア、プレイガイド、大手旅行代理店です。ここで、静岡県で咲く花たちをご紹介します。ガーデンパーク内で次のような花を見ることができます。 マーガレットは庭園エリアにあります。クレマチスは花火の庭、花緑アート回廊にあります。バラは花火の庭、園内エリアにあります。チューリップは花火の庭、庭園エリアにあります。富士は花火の庭にあります。以上です。お問い合わせは浜名湖花博10周年記念事業第31回全国都市緑化静岡フェア実行委員会事務局。電話 053-488-1811番へどうぞ。ホームページは浜名湖花博2014のワードで検索してください。浜名湖花博2014、花と緑の祭典、華やかに開催と題してお伝えしました。富士の国の民、静岡県民の輝く姿を紹介する、輝く市民のコーナーです。 今回は静岡県立農林大学校花育サークルをご紹介します。花を通した交流がみんなの笑顔を作る。花を通じて地域の人々と交流を深めたいと平成22年に結成された静岡県立農林大学校の花育サークル。小学校や図書館など地元施設の花壇整備や県内各地で行われるイベントへの参加などを通し、 花の魅力を多くの人に伝えています。浜名湖花博2014花と緑の祭典、浜名湖ガーデンパーク会場には農林大学校の庭園が出展され、花育サークルも庭園づくりに加わりました。前回の花博の際にオランダのウェラントカレッジと姉妹校締結したことから、オランダの風農林大の森戸大師 リサイクル先進国のオランダに習った庭づくりを実施、リサイクルの上を行くアップサイクルという考えを取り入れ、花を飾り付けた古いボードや古木などを展示に加えます。なお、アップサイクルとは、廃材や不要品を新たな視点で利用することを言います。素材の風合いを活かして魅力を高めようというのが狙いです。開催期間中は、 メンバーが心を込めて育てたポットカーネーションの販売や、庭園内のデッキで絵を描く体験講座も計画しています。新2年生の中村祐貴さんは、丹精込めて育てた花が綺麗に咲くととても嬉しい。花博の庭園には、およそ3000個のチューリップなどの球根を無作為に投げ入れて植え、色とりどりの花が咲く自然な雰囲気の庭を目指しました。 大勢の人に見に来てほしいですと笑顔を見せます。花育サークルの活動は学生の心を育むとともに多くの人に心の豊かさをもたらしています。以上、輝く市民のコーナーでした。今度は富士の国食の都仕事人地産地消レシピのコーナーです。今回は、ヘダの本エビのワンタン包み豆乳仕立て。 9月から5月にかけ、水深およそ300メートルの底引き網漁で取れる枝の本エビ。駿河湾のミネラル分をたっぷりと含み、甘みと旨味がしっかりと感じられます。本エビを使ったホロホロ食感のワンタンや、旬の素材を楽しめるヘルシーな鍋料理を、伊豆長岡温泉亀屋エアンの料理長佐藤義人さんに教えていただきました。それでは、 ヘダの本エビのワンタン包み、豆乳仕立て。3人分から4人分の材料をご案内します。まず、ワンタンの材料です。本エビ25尾から30尾。卵白2分の1個。玉ねぎ2分の1個。塩適量。ワンタンの皮およそ20枚。次に、鍋の材料です。水およそ 700cc。豆乳 360cc。みりん大さじ2。 薄口醤油大さじ2、最強味噌または白味噌大さじ4、塩小さじ1、キャベツ、ネギ、セリ、新たけのこ、エノキ、アサリなど適宜。以上が3人分から4人分の材料です。作り方です。調理時間は30分です。1、本エビの頭を取ります。殻を剥き、背わたを取ったら包丁で荒切りにします。頭と殻は取っておきます。 2.1で粗切りにした本エビをボールに入れ、卵白、玉ねぎのみじん切り、塩を加え、粘りが出るまでよく混ぜます。3. ワンタンの皮に2の種を適量乗せて包み、熱湯で1分から2分下茹でします。4. 水およそ 700cc に1のエビの頭と殻を入れて、鍋を火にかけ出汁を取ります。5. 4のだし汁 540cc に豆乳、みりん、薄口醤油、最強味噌、塩を加え、鍋のだしを作ります。6、土鍋に5の鍋のだしを適量入れ、ワンタン、野菜などを火にかけ、煮立ったら出来上がりです。一人分の栄養価をご紹介しましょう。エネルギーは3 5 6キロカロリータンパク質 36.9g、 脂質 3.7g、塩分 5.1g です。栄養価計算は、県東部健康福祉センター健康増進課です。おしまいは仕事人紹介です。佐藤義人さん。沼津ヘダ港で水揚げされた生きのいい魚介類、地元の新鮮野菜など、地産地消に根ざした料理でおもてなし。一皿一皿に旬の魅力を込めた懐石料理は芸術的。 温泉付き日帰りプランも用意しています。夕食は2日前に予約が必要です。亀屋エアンの所在地は伊豆の国市長岡1308電話は055-948-1631番です。以上、地産地消レシピのコーナーでした。次はインフォメーションです。今回は春ランマン。 春を感じるお花のスポット。伊東市川名の小室山公園。標高321メートルの小室山のふもとに広がる公園に、およそ40種、10万本のツ,ツジが咲き乱れ、まるで真っ赤な絨毯を敷き詰めたよう。花の見頃は4月中旬から5月初旬です。ツ,ツジ祭りは4月29日から5月5日まで開催します。お問い合わせは伊藤観光協会。 電話055737-6105番へどうぞ。裾野市りのパノラマ有戯の里。富士山へ続くパノラマロード沿いの悠久農地で、春は菜の花、秋はコスモスを栽培しています。菜の花の見頃は4月中旬から5月初旬。4月12、13日に開催する富士山裾野パノラマロード、菜の花桜祭りでは、 フラダンスや太鼓演奏のほか、即売コーナーなどが出て賑わいます。お問い合わせは、裾野市観光協会、電話0 5 5 9 9 2 5 0 0五番へどうぞ。牧野原市静谷の勝又公園。三栗山の山頂におよそ1万本の宮間筒子の群生地があり、県の天然記念物に指定されています。4月上旬から下旬の開花時期には、 新緑とのコントラストが鮮やかです。お問い合わせは、牧野原市環境課。電話0548-53-2609番へどうぞ。袋石久野の、花水祭。花房信仰を集める花水祭は、花のお寺としても知られ、春にはおよそ60種2000株のボタンが咲き誇ります。4月12日土曜日から5月6日祝日火曜日。 時間は午前8時から午後5時まで。料金は大人が500円。小学生以下は無料です。お問い合わせは、下水祭。電話、0538-42-2121番へどうぞ。以上、インフォメーションでした。続きまして、だより堂です。ここでは、県が有料推奨図書として、青少年に推奨した本をご紹介しています。 今回ご紹介する本は、幼児から小学校低学年向け、一緒ならもっといい。ルイススロボドキン作、木坂良役、改正者から出ています。本体価格は1200円、全26ページの本です。僕、一人で遊べるよ。一人でも楽しいことはたくさんあるよ。でも、誰かと一緒ならもっと楽しくなる。もっといろいろなことができる。一緒に走ろう。 手をつなごう。みんなでもっと楽しくなろう。豊かな人間性、責任ある行動が取れる資質を育む作品です。この本を抽選で6人の方にプレゼントします。ご希望の方は、はがきか E メールでご応募ください。本のタイトル、一緒ならもっといいと書いて、住所、氏名、年齢、電話番号、だより道へのご意見を明記して、はがきの方は、 郵便番号420-8601。住所は不要で、県社会教育課へ。E メールの方は、dayorido.pref.shizuoka.jp、e、へ送ってください。締め切りは4月10日木曜日必着です。お問い合わせは、県社会教育課。 電話054-221-3313番へどうぞ。頼り堂でした。変わりまして、皆さんからのお便りをご紹介する、みんなの広場です。富士の国の道づくりを見て、これだけの大プロジェクトが計画、実行されていることに驚くとともに、完成したら本当に便利になり、県全体が活気づくだろうなと思い、楽しみになりました。 静岡県にますます期待が膨らみました。静岡市、足川さん。今年も桜の季節がやってまいりました。毎年この春を楽しめる幸せを実感していますが、いつ発生するか予測のつかない自然災害への不安も入り混じります。次女、共助の大切さを再認識し、今できることを一つ一つ着実に実践していかなければと感じています。 藤枝市松浦さん。以上、みんなの広場でした。変わりまして、今月のプレゼントです。クイズに正解した方の中から抽選で20人の方に、静岡食セレクションに認定された、ヘダの本エビおよそ1.2キロ冷凍をお送りします。それでは問題です。三月十一日に、 浜松フラワーパーク会場で華やかに開幕を迎えた浜名湖丸白20144月5日には浜名湖ガーデンパーク会場が開幕し100万株の草花の共演を楽しめます丸に入る漢字一文字の言葉は次のうちどれでしょう1番食2番水3番花ヒントは訪れてよし静岡 および今月の3番目の項目にあります。今月のプレゼント、ヘダの本エビの静岡食セレクション取得事業者は、ヘダ漁業協同組合直売所。電話は0558-94-2082番です。応募方法です。クイズの答えと、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記の上、はがきか E メール、 または、県民だよりホームページからご応募ください。今月号の感想やご意見などもお書き添えください。感想などは、みんなの広場でご紹介する場合があります。応募先です。はがきの場合は、郵便番号420-8691日本郵便株式会社静岡支店支所箱第1号県民だよりクイズ係まで。E メールの場合は、 quiz.pref.shizuoka.lg.jp まで送ってください。応募期限は4月10日木曜日必着です。当選者の発表ですが、4月30日水曜日までに当選者に直接通知します。また、県民だよりホームページ上で、氏名とお住まいの市町を発表いたします。匿名希望の方は、 応募の際、匿名希望と明記してください。3月号の答えは1番の駿河湾でした。応募総数4174通、正解4155通の中から20名の方に紅ほっぺをお送りします。以上、今月のプレゼントでした。今度はお役立ち情報です。 休日夜間の当番医情報を24時間対応します。静岡県救急医療情報センターはフリーダイヤル0800-222-1199番です。静岡子ども救急電話相談受付は毎日午後6時から次の日の朝8時までです。電話はシャープ八8 0 0 0番または054-247-9910番です。 心の電話、電話相談。カモの電話は05、0558-23-5560番。頭部は05、055-922-5562番。中部05、054-285-5560番。西部05、0538-37-5560番。受付は、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時までです。子供、家庭110番。 鴨の電話は055823の4152番。東部は055924の4152番。中部054273の4152番。西部053458の4152番。受付は祝日年末年始を除く毎日午前9時から午後8時まで。ただし土曜日日曜日は午後5時までです。 DV 相談、女性相談センターの電話は、054-286-9217番。受付は祝日、年末年始を除く毎日、午前9時から午後8時までです。また、次のところでも受付けます。カモは、電話0558-22-9217番。東部、055-926-9217番。中部、054-644-9217番。 西部0538-33-9217番。以上4箇所の受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。労働相談は各県民生活センターで行っています。番号はフリーダイヤル0 1 2 0の3 9 6 1 0番。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。県民サービスセンター 行政統計資料の提供、電話は054-221-2237番です。消費者生活相談、カモンは0558-24-2299番、東部055-952-2299番、中部054-202-6006番、西部053-452-2299番、 受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。県庁案内の電話は054-221-2455番です。以上、お役立ち情報でした。次は、静岡県展示図書館新館案内です。まず、パソコン転訳図書を図書の分類ごとに、署名、関数、著者名の順にご紹介します。 こちらはフロッピーでの貸し出しもできます。早期、図書館に通う。三巻宮田登る。哲学、あなたのお墓は誰が守るのか。三巻マスの春明。地理、三山の国、静岡。二巻山の城郎。社会科学、検察崩壊。四巻ゴーハラの技術、2014、春夏ニットコレクション。一巻 静ズ天編み物転訳会。日本文学、平家物語9、九五巻杉本慶三郎。おこのぎくんは人魚ですので、三巻柴村仁。ジャコバン派の独裁、小説、フランス革命9、九五巻佐藤健一。開花の人4、四巻山崎光夫。外国文学、ジャックロンドン、奇想天外傑作戦3、三巻 ジャックロンドン著、辻英栄治ほか役。次はデイジー録音図書です。図書の分類ごとに、署名、朗読時間数、著者名の順にご紹介します。ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数はすべて1枚です。哲学、ビジネスを元気にするバイブルパワー、3時間34分、中野雄一郎。社会科学、領土問題の論じ方、3時間10分、 荒崎森キモテル。本当にいいの。デジタル教科書。2時間36分。荒井のりこ。技術。誰も知らないインド料理。8時間25分。ファニークラドックチョ。成田敦彦役。日本文学。魔法の地図。52分。藤沢ゆずき。ルトビカがいる。11時間5分。平山みずほ。以上です。利用申し込みは、 静岡市青井区駿府町1-70静岡県展示図書館へどうぞ電話は054-253-0228番ファックスは054-250-0766番です静岡県展示図書館の新館案内でしたおしまいは情報広場です障害者スポーツ大会若藤スポーツ大会の出場者を募集します 8月31日日曜日から10月5日日曜日まで、会場は県草薙総合運動場など、対象は今年の4月1日火曜日現在12歳以上で障害のある方、受付は4月14日月曜日から5月16日金曜日まで、県障害者スポーツ協会か市町福祉担当課で配布する申請書を持参して、個人競技の場合はお住まいの市町福祉担当課へ、 団体競技の場合は、県障害者スポーツ協会へお申し込みください。お問い合わせは、県障害者スポーツ協会、電話、零五四二二一の零零六二番へどうぞ。富士の国、U. D. 学生特派員。ユニバーサルデザイン、U. D. 普及のため。企業などの U. D. 情報を取材、発信する学生特派員を募集します。対象は、県内の大学、大学院。 短大・高専に通う学生高専は4年生・5年生に限ります店員は専攻で12名詳しいお問い合わせは県暮らし環境部政策官 UD 担当へどうぞ電話は054-221-3153番です次にユニバーサルデザイン絵本コンクール関連イベントを2つご紹介します 1. ユニバーサルデザイン絵本コンクール作品展 誰でも楽しめるように工夫されたユニバーサルデザイン絵本の入賞作品を中心に展示します。4月28日月曜日まで、時間は午前9時から午後5時まで、水曜日から金曜日は午後7時までです。2、手作り絵本教室、ユニバーサルデザイン絵本作りを体験します。4月20日日曜日午後1時半から4時まで。1、2ともお問い合わせは会場の 県立中央図書館へどうぞ。電話は054-262-1246番です。県民相談。日常生活の中で抱える離婚、相続、金銭などの生活上の相談や行政相談に、専任の相談員が応じます。弁護士や司法書士による無料法律相談も行います。こちらは事前に予約が必要です。かも県民相談室。 お申し込みお問い合わせの電話は0558-24-2199番。一般相談は平日の午前9時から正午までと午後1時から4時まで。弁護士相談は毎月第3月曜日と偶数月の第1月曜日です。東部県民生活センターお申し込みお問い合わせの電話は055-951-8205番。 一般相談は平日の午前9時から午後4時まで弁護士相談は毎週木曜日そして月に3回火曜日にも行います司法書士相談は月3,4回水曜日に行います中部県民生活センターお申し込みお問い合わせの電話は054-202-6008番一般相談は平日の午前9時から午後4時まで 弁護士相談は毎週木曜日と第2月曜日。司法書士相談は第1、第3月曜日です。西部県民生活センター、お申し込みお問い合わせの電話は053、453-2199番。一般相談は平日の午前9時から午後4時まで。弁護士相談は毎週木曜日と第3火曜日。司法書士相談は第4火曜日です。 なお、日程は祝日などのため変更になることがあります。弁護士相談、司法書士相談の予約は各県民生活センターへお願いします。以上、お問い合わせは県民生活課、電話054-221-2175番へどうぞ。春の森づくり大作戦。県内各地で森づくり団体や企業、行政が里山整備や森林ウォーキングなど、 森を身近に感じてもらえる様々な森づくり行事を実施します。期間中は87種類の行事が開催されますので、興味のある方はぜひご参加ください。詳細は農林事務所などに配下しているパンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。4月1日火曜日から5月31日土曜日まで。お問い合わせは県環境ふれあい課電話054-221-2664番へどうぞ。 次に富士山静岡空港インフォメーション上海武漢線が週4便に増えます3月30日日曜日ダイヤ改正静岡から上海武漢路線がこれまでの週2便から週4便となります観光にビジネスに便利にご利用いただけます中国東方航空月曜日水曜日金曜日日曜日の週4便運行です その他の他ダイヤ改正です FDA 札幌線は3月30日から月曜日、水曜日、金曜日、日曜日の週4便になります。FDA 鹿児島線は3月30日から火曜日、木曜日、土曜日の週3便になります。アシアナ航空ソウル線は3月30日から月曜日、水曜日、木曜日、土曜日、日曜日の週5便になります。 大韓航空ソウル線は3月30日から当分の間運休となります。なお最新のフライトスケジュールなどはお問い合わせください。お問い合わせは県空港利用促進課、電話054-221-3539番へどうぞ。住宅の省エネリフォームを助成します。対象工事は1、窓の断熱回収2、内外壁などの断熱回収 3. 節水トイレ。4. 高断熱浴槽。以上のうち2つ以上を含む省エネ工事費100万円以上のリフォームです。条件は耐震性を有する住宅であること、耐震補強工事と合わせての実施もできます。助成金額は10万円。なお、検算材を10平方メートル以上利用する工事や耐震補強と同時実施の場合は、 最大十五万円割増となります。詳しいことは県住まいづくり課へお問い合わせください。電話は零五四二二一の三零八四番です。食品表示ウォッチャー、日常の買い物の機会などで食品表示に関する調査を行うウォッチャーを募集します。任期は七月一日火曜日から十二月三十一日水曜日まで。 対象は6月1日時点で県内に在住の満20歳以上の方で6ヶ月間継続できる方。定員は先行で50名です。申し込み方法など詳しいことは県民生活課へお問い合わせください。電話は054-221-2178番です。NHK 公共楽団メンバーと仲間たちによる思考のハーモニー。 NHK 公共楽団メンバーたちによる最高級のアンサンブルコンサートは4月26日土曜日午後2時半から定員は先着で1054名入場料は一般前売りが1500円当日2000円高校生以下は前売りが800円当日は1000円ですお申し込みお問い合わせは会場の菊川文化会館あえるへどうぞ 電話は0537-35-1515番です。今度は就学援助についてのお知らせです。経済的理由により、就学困難な小中学生を対象に、学用品費、給食費の補助などの就学援助を行っています。制度の趣旨及び申請手続きについては、居住する市町教育委員会にお問い合わせください。お問い合わせは各市町教育委員会、 または、県義務教育課、電話054-221-3144番へどうぞ。おしまいにお詫びと訂正です。声の県民だより3月号情報広場でお伝えした、県の教育相談体制が変わりますについて、会場、県立沼津特別支援学校は誤りで、正しくは、県立沼津資格特別支援学校でした。 お詫びして訂正いたします以上情報広場でしたこれで今回の内容はすべておしまいですいかがでしたでしょうか今回のアナウンスは戸橋ひとみがお送りいたしましたそれではまた次回お会いいたしましょうごきげんようさようなら